ラブランドはアメリカ合衆国オハイオ州のハミルトン郡、クラーモント郡、ウォーレン郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口1万1677人である。ラブランドは北緯39度16分8秒、成形84度16分14秒に位置している。この都市は標高597フィートである。 アメリカ合衆国統計局によると、この村は総面積12.2平方キロメートルである。このうち12.0平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水地域である。総面積の1.28%は水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口1万1677人4497世帯。 および3224家族が暮らしている。人口密度は969.6平方キロメートルである。386.4平方キロメートルの平均的な密度に4653件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人95.66%、アフリカン・アメリカン1.56%、 ネイティブアメリカン0.05%、アジア人1.05%、その他の人種0.42%、および本欠1.26%である。人口の1.12%はヒスパニック、またはラテン系である。4497世帯のうち39.1%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、57.6%は 夫婦で生活している。11.1%は未婚の女性が接待種であり、28.3%は家族以外の住人と同居している。25.1%は独身の居住者が住んでおり、9.9%は65歳以上で独身である。世帯の平均人数は2.58人であり、家庭の場合は3.11人である。 この都市内の住民は29.1%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.9%、25歳以上44歳以下が30.3%、45歳以上64歳以下が22.7%、および65歳以上が11.0%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は91.0人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は85.4人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 52,738US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 63,535US ドルである。男性は 49,653US ドルに、 対して女性は 29,250US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 25,920US ドルである。人口の5.7%及び家族の5.7%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の7.1%及び65歳以上の4.6%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。